気をつけ。お世話になりました。どうもこんにちは、バキュンバキュンのレジ君です。ということで私ね、この家ここでね、2年間バキュンバキュンとか言ってたんですけども、本日をもちまして卒業します。引っ越しですね。ということでね、今日はお片付けしながら私のコレクションなんかをねお見せしながらさようなら会ですね。本当にいろいろありましたよ。ということでまずはこちらが私が使用してる PC、 my PC ですね。めちゃくちゃでかいんだよね。 PS5 でかいって言われてんじゃん。それよりもめちゃくちゃでかい、これがサブ PC ですね。あの配信とかはこれ使ってます。ちょっとちょっとちょっと、かなりホコリが溜まってますよ奥さん。これも掃除機で吸っていこう。でこっちがモニターですね、トリプルモニター。このモニターはあのサブ PC 用です。真ん中にゲーム映して、左ねなんか OBS 録画ソフトやって。モニターってね、ほんとあればあるほど便利ですから、ここで1000本くらい作りましたね。からのマイクが2本ありますね。サブモニターがこっちで、あ、サブ PC でこっちがメインのマイクですね。それに伴ってこのなんだっけ、インターフェースも2つありますね。はい、あの設定が分かんなくて2つつけちゃえっていう。からのスピーカーね、スピーカーあるとやっぱね編集楽ですね。イヤホン、あの暑苦しいイヤホン、こっちは登録者74万8000人。おい、75万人目指してんだ俺。今すぐ高評価、あ、チャンネル登録だな、チャンネル登録してくれ。現在の時刻は8時35分だ。この時計見づらくて困ってんだ。からのマインクラフト、これはね実は言うと5年くらい前のクリスマスプレゼントでもらいましたね。ありがとうございます。お次はホワイトボードかな。フォートナイト様からいろいろもらったものを飾っております。これは免許証かな。ちょっと待って、誰ですかこの人なんかキモ、犯罪者みたいな顔してるな、おい。からのみんなが気になるのはこちらですかね。もう飾りきれてないんだよね。撮影スタジオに引っ越したらあの綺麗に飾るわ。ゴジラね、ゴジラ、メカゴジラ、あの、シンゴジラ。これはね、ゴジラ VS キングコングで、で、これ、鎌田くん、鎌田くんですね、ゴジラ。からの、ゴジラキングオブモンスターかな。ちょっとごめんね、暗いね。ゴジラの上に、トラビス・スコット。いやあ、お前たち、今すぐチャンネル登録しろよ。お前、撃つからな、これで、バキュンバキュンって、チャンネル登録しろよ。絶対だからな。絶対しろよ。これもめちゃくちゃかっこいいんだよね、プレデターパイセン。やっぱね、フォートナイトとコラボした、確かね、エイリアンとかもいるんだよ、この辺に。いたー、見えるかなー見えるかなー、エイリアンとかもいます。やっぱフォートナイトコラボで、したキャラっていうか、IP は、買っちゃいますね。これもトラビス・スコットだね、ラマに乗ってるね。うん、そんな感じですかね。トイモシーン、気に入ってます、これも。フォートナイト。これもね、いただきもんですからね、いただきもんが基本。多いなぁ、この辺。これね、ちなみに自分で作ったアイロンビーズです。マザー2。あー、額縁も多いなぁ。これは、アンダーテールだね。アンダーテール。アンダーテール。こっちもあるよ。あー、これは、アリアナ・グランデだ。アリアナ・グランデのワンタイムの時、スパイダーマン、ベノムー。これが一番大事。俺の部屋で一番大事なの、これ。俺、早くこれ、金色欲しいんだよ、100万人。高評、あ、チャンネル登録してくれよな、今すぐに。と、まあ、そんな感じですかね。ラマが隠れてたり。ここら辺もいただき物だな。公式さんからいただいたものがいっぱいだ。さあ、冷蔵庫の中身、初公開しましょうか。皆さんね、この機会に行きますよ。3、2、1、ファイヤー。ヨーグルト。1ヶ月賞味期限切れてるんだが。後で食べよう。まだまだしまうものいっぱいあるんですよね。押し入れがね、ここにあるんですけども、こん中もね、物でいっぱいだ。大変だ。泣きそうだよ。ということでね、早速段ボールにガチガチに詰めていきたいと思います。では行く!さあ、ということで始まりました。引っ越し RTA。まずはフィギュア周りを。掃除、いや片付けて、今一瞬ヒカキン TV が見えたのは気のせいか。プレデターも見えたぞ。いろいろありますね。ジップロックに入れてなんか緩和剤、空気みたいなの入れて優しくしてます。そしてお次はデスク周りですね。デスク周りはなんといってもコード HDMI とか USB とかその他もろもろが多すぎて一番めんどくさいところですね。これ片付けた後また作るのもめちゃくちゃめんどくさい。モニターアームからネジを外してこうなってましたね。裏側は4つのモニター、そして吸音材を剥がしていく。養生テープでつけたところは良かったが、ドアに貼り付けてた部分はめちゃくちゃ汚れている。時計はぐるりぐるりと回り、そろそろフィニッシュです。はい、
ということで綺麗になりましたね。見てくださいよ、見違えちゃうでしょこれも。わー、ダンボールがいっぱい。ちょっと正直言うとダンボールが足りてなくて入れられてない。これ明日運んでくれないんだろうな。明日というか3時間後ですね。もう来ますよ、この夜が明けたらもうすぐ来ますよ。ちょっと全体で写したいな、全体で。はいはいはい、こんな感じですか。はいはい、まあ、正直狭いですね。次の部屋20畳ということで、お楽しみください。楽しみにしててねえかな。2年間お世話になりました、ありがとうございました。ほらみんなもありがとうって、ほらありがとう。運んでくれるといいな。はい、ということで、すっからかんだ、声がよく響くな。おい、なんか寂しくなるな、なんか寂しくなるな。ここでバキュンバキュンしてたんだよ。ありがとう。すごい、もう部屋が全部さ、すっからかんになっちゃって、なんとも言えない気持ちですね。まあここでいっぱいいろんなことがあったな、本当に。ここで引っ越した時は確か登録者30万人くらいだったような気がするんだよな。はいはいはい、階段も下りまして、ここでいっぱいネスト遊んだね。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。